どうも、トメンテリーチャンネルのトメンです。エミディです。今回はペット様よりじゃじゃん、こっちです。ちょっと分かりにくいかと思いますけど、ヘッドのテニスセンサーですね、今流行りの、はい、合ってますこれマーク。あ、はい、これキャップがもともとは違うんですけど、取り替えてセンサーのキャップを付けさせてもらいました。グラム数が全く同じということで、振った時ね、別に何の違和感もなくセンサー使っていけるかなと思いますので、これでスピードのサーブを、はい、俺たち測っていきたいと思います。はい、MJ と僕で測っていって、まあ、負けた方は何があるか分かんないですけど、はい、ぜひやっていこうかなと思いますので、はい、グラビティで試していきましょう。はい、よろしくお願いします。いきます。おお、来てるんじゃないか。200まで、まだまで。平均ですね。188が決まりました。188。とりあえず今平均で。はい。じゃあ、MJ、はい。はい。はい。ポルト。違う。186。さあ。あ、全く同じ、180。力が出るんですね。さあ、これ何で MJ って反応するの？181。緊張？181。ちょっといつもより遅い。やめてよ、僕のグラビティ投げんね。重たいです。すみません、それは。絶対スピードで。なんか MJ の時80、180。あ、入ったじゃん、これ。86と4だ。あ、やばい、186。違うかな、分からへん。お、187。はい、ではスピード勝負、はい、MJ と3球勝負で、3本勝負で、はい、男は黙って3本、はい、で勝負していきたいと思いますので、スピード一番速かったのを、はい、もう採用される、はい、採用される、はい、ということでやっていきたいと思います、
負けませんので、じゃんけんして順番に決める。勝ったら決めれるにしよう。はい、了解。じゃんけん、はい、アイクでしょ。出た後先やります。はい、じゃあ MJ、はい、じゃあ頑張っていきます。よし、お願いします。188。おっし、これは何て言う？ 190 だね。押したね。2本目いきます。はい、これやばい。ありがとうございます。187。なんで？嘘でしょ。あのファーストサーベイのほうでちゃんとポケットに入れてやった。本番さながら、188。まだだ。今187がまだだな。ボールまだ勝ってんじゃない。はい、210だ。そうです。3問目ラップです。急に20キロぐらい上げるってことだね。あ、今田ちゃんはちゃう。ロックスは188です。なぬ、意外といった。わかんねえ。あれやな、渾身の一発の。チョンさんに動かしてみたいな。よし、ラスト。これ並んぶよな、並んでますね、このままやったら。よし、190出すわ。はい、あ、でも189。よし、めっちゃめちゃ嘘でしょ。いや、もう渾身のやばいって言ったもん。今の一番遅かったっすよ。やった、最後の最後で1キロ勝ちました。ポルトやのに189出しました。はいはい、テニスセンサー、はい、テニスセンサー使っていきました。今ちょっと僕たちの大遊びということで3球勝負やりましたけど、はい、僕が189で1881キロ勝ちました。しかも最後の最後でどう見ても遅かった気するけど、数字は数字やからね。でもやってわかるけど200ってやばいっすね。やばいな、これ全然もう及ばないっすね、うん、しかも打点もっと上からくんだろ、うん、確かに確かに。これ多分プロの世界っていやもうすごい。僕らもまあこうファーストサーブ渾身の入ったら、うん、こう早って言われるっちゃ言われるじゃないですか、うんうんうん、それをもうなんかもう、もう早って言う暇ないんでしょ、ね、やろね、もうこれで終わってるんじゃん。目しか動かへんからな、スンってで跳ねて、そうそうそう、ね、下手したらセカンドサーブでもうちょっとこれぐらいのスピードを打ったりとかする選手とかたまにいますよね。キリオスとか好きなんだな。確かに、はい、だからもうものすごいなんか数字で感じれましたね、うん、プロの世界ってもう200キロってすごいんだなっていうこと。まずは190目指さないですよ僕ら。そうやね、あと1キロ、あと2キロ、あと2キロ。その1キロがね、陸上と一緒ですよね、はい、その1キロね。だからどうやったらサーブ速くなるんですかとかあるんですけど、この上をだから僕らが求めてるみたいな形になりますから、スピードを上げるっていうのは結構難しいもんだと思ってもらったら結構だと思います、はい、思います。かなり全力でやったんですけどね、全力でやればやるほどなんかバランス崩れたりとかするんで、力んじゃったらダメですからね、
スピードを求めるってあんまり良くないのかなと逆に思いましたけどね。はい、いい経験させてもらいました。はい、はい、これからもなんかね、こういうなんか便利グッズがあれば皆さん教えていただければ助かってみたいなと思いますので、はい、ぜひよろしくお願いします。では。